はい、皆さんこんにちは。はい、ではこれから会津大学の方での、活動発表を始めていきます。よろしくお願いします。はい、まず簡単に自己紹介をさせていただきます。会津大学の大学院に通っております、修士2年の遠藤真央と申します。出身地は福島県のいわき市で、ここからだいたい南に常磐線で南下していくと、ちょうど茨城県のちょうど1個北側に当たる、一番大きい市になってます。はい、で、今研究としては、IT 人材育成のための学習パスの設計というようなテーマを掲げて、研究を行っています。はい、ちなみにちょっと雑談なんですが、趣味は、ゲームとか、あとスターバックスに行くことが趣味で、1週間に9000円ぐらい飲み物で溶かす時があるぐらい、はい、スタバが好きです。はい、ということで、10分間という短い間ですが、どうぞよろしくお願いします。はい、ではですね、発表の流れはこんな形で発表していきたいなと思っております。はい、ではまず授業のポイントから話させていただきます。会津大学では、浜通り地域等におけるロボット ICT 人材の育成ということで、連携協定を結んだ南相馬市の高校生を中心として、ロボット技術やプログラミングの技術習得に関して、活動を行っております。皆さん原町高校であったりとか、あとは、相馬市にある相馬高校、相馬総合高校、あとは、南相馬市の大高産業高校であったりとか、そこら辺の高校をやっております。はい、で人材育成目標に関しましては、ロボット ICT 技術に関する知識を身につけて将来的な産業発展に寄与できる若手人材の育成を目標としております。はい、で、ロボット ICT 技術を高校生等に、教育することのできる人材を作っていくことであったり、毎年、10回以上開催をしておりまして、参加人数延べ100人以上で、各レベルの受講生の理解度 50% 以上ということを目標に、活動をしております。はい、ではここから、活動内容について、紹介させていただきたいと思います。はい、まず、一番上の3枚の画像が、復興創生ロボット ICT 人材育成ということで、TA さんですね、授業をサポートしてくださる学生さんの養成するための研修会ということを毎年6月に行っております。でここでは、この後説明しますが、Python のプログラミングに関する技術であったり、あとはロボットを作ってみたりっていうような研修がここで行われています。はい、で次のこの下にあるやつが、若手人材ロボット技術演習ということで、実際にロボットを、ブロックプログラミングというプログラミングを使って、実際にロボットを操作したり制御したりということを、行います。はい、で次が、ここの上3枚がロボットシミュレーターコレオノイド研修ということで、実際にロボットをどういうふうに動かせるかっていうものをシミュレーションしたりということをここの、研修会で行っています。で下が高校生課題研究活動支援ということで、今年も原町高校さんの方の2年生を対象に行っております。はい、では次いきます。でここが結構メインなところで、 Python プログラミング演習ということで5つの高校の方で開催をしております。で今年は原町高校の前半と小高産業技術高校、相馬農業高校さんの、は終了していまして、残りあと原町高校の後半と相馬高校、相馬総合さんは、この後、やるという予定になっております。で、今回は、ここの Python プログラミング演習についてちょっと、ここから話していきたいなと思います。はい、で、概要としましては、会津オンラインジャッジっていうプログラミングを自動で採点してくれるようなシステムがありまして、問題画面があって、そこの問題に対するプログラミングを書いて提出することで、それが合ってるか間違ってるかっていうのをリアルタイムで判断してくれるようなシステムになっております。はい、でこのシステムは我々会津大学の方で開発を行っておりまして、僕もそこに参加させていただいております。はい、で学校の実態に応じてプロセッシングっていうソフトを使ってゲームを作ってみたり、 Google コラボっていうものを用いてデータ分析を実施したりもしています。
はい、先ほども少し話しましたが、今年度の活動としましては、先ほど挙げた5校の方で実施させていただいております。でそれ以外にも、テキストの回収、主に内容の補充であったりデザインの改善だったりということを行っております。それと、AOJ の回収と授業の改善を行っております。で、テキストの回収に関しましては、左側が、修正前なんですけど、まあ、文字とプログラムしか書いてなかったんですけど、これだとちょっと分かりづらいということで、表の方を追加しまして少し理解をしやすく、なるように変更をさせていただきました。でもう一つがデザインの方なんですけど、こちらは外部の会社の方に委託をさせていただいておりまして、前が左側の画面なんですけど、それが右側のようにちょっとすごくデザインが見やすくなっております。で今ちょっとここに手元にあるんですけど、これが修正前のテキストなんですけど、こちらを使って原町高校さんと小高産業高校、相馬農業高校さんでは実施をしております。でこちらのブースの方に一部置いてあるので、もし興味があればぜひブースに立ち寄っていただいて、こちら見ていただければなと思います。はい、で次ですね、授業改善としまして、今年はアンケートを実施させていただいておりまして、そこから受講生の意見を集めて、でそこで理解が足りない部分であったりとか聞いてみたいところというものを意見を集めまして、次回以降の授業改善につなげるというような取り組みを行っております。でもう一つが、今までは講義やって、AOJ で演習っていう形だったんですけれども、それだといきなりプログラミングを書くっていうちょっとハードルが高い状態になってしまっていたので、間にプリント学習を導入することによって、プログラムの仕組みであったりを、理解することをの向上につなげるということで、プリント学習を導入しました。でそれと同時に、グループワークを増やしまして、生徒同士でいろいろ話し合いながら、アイデア出し合いながらプログラムを作るという時間を、増やしています。はい、で今後の展望としましては、テキストの内容をもっとより分かりやすく、より見やすく改善していくことと、あと、AOJ の方には、問題だけではなくて解説もついています。なのでテキストなしで学習できるような状態にはなっているんですけれども、まだ解説が不十分であったりというところがあるので、そこの改修を行っていきます。であとは、実施校ごとの内容を文書化していくことによって、来年度以降での同じような活動をでもよりよくできるようにということを目指していきたいと考えております。そして最後になりますが、高校生課題研究活動支援ということで、今年は原町高校での2年生を対象に探究の時間の指導を行っております。それと同時に数科学部の方での研究の指導というものも同時に行っております。で今年に関してはテーマ設定と進め方の方針に対するアドバイスをそれぞれ探究の活動と部活の支援ということでどちらも行わさせていただきました。で今後探究指導の方では中間発表の後の会になるので、そこで中間発表後に出た問題点であったりとかというところを個別で指導してサポートをしていくという形で活動をさせていただきます。であとは最終発表の見学と指導というものも最終的には実施する予定です。で部活動支援では数科学部の方が大会の方に出場するということなので、発表のスライドであったりとか実験のまとめの指導などを今後実施していく予定です。はい、ということでスライドの方は以上なんですが、会津大学のブースがここから一番奥南東側にあるんですけど、そこでロボットの方とかもう実機が実際あったりするので、もしなんかロボットの方でも興味があるよとか、あとはこのテキストとか興味があるよっていう方はぜひブースの方に立ち寄っていただければなと思います。ということで会津大学の発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。
外国語教育、環境教育を活用した持続可能なまちづくり創造事業を行っております。東京大学復興地事業学生スタッフ、経済学部国際環境経済学科の日野原楓と申します。本日は短い間になりますが、よろしくお願いいたします。本日このような流れでお話をしていきたいと思っています。まず私たちの事業の概要、目的というところですが、独協大学と浜通り市町村との間で持続可能な関係を構築し、これまで私たち独協大学が培ってきた外国語教育、環境教育、地域づくりに関する資源やノウハウを生かした事業を展開することで、情報発信と持続可能なまちづくりの仕組みを作り、浜通り地域の復興に貢献する人材の育成をしたいと考えております。一つ目の軸となる外国語教育で主な活動は子ども未来講座の実施になります。田村市の教育委員会と共催で小学校5、6年生と対象としています。昨年度は田村市の今を英語で世界で発信しようをテーマに計13名の児童に連続講座に参加していただきました。本学の葉山先生が講師を務め、学生スタッフもサポートに入りました。また6回の講義のうち3回は独協大学に来ている留学生の方にも参加していただきました。留学生と小学生の交流を通して普段こう関わることができない人同士でのコミュニケーションが生じて、すごく新鮮だったっていうような感想もいただいております。後ほど実際の講義の様子をまとめた動画をブースで流しておりますので、よければご覧ください。2つ目の外国語教育への取り組みとして、田村市観光サイトの多言語化があります。今入稿済みなものがドイツ語、タイ語、英語、スペイン語、中国語になりまして、トルコ語と韓国語とフランス語も作成中です。例えば田村市で有名な観光資源の阿武隈堂という紹介を日本語だけじゃなくて他の言語にすることで、外国人の観光客も田村市に来てこういろんな説明をしていただけるというところがあります。次の軸として、小学校における環境教育の報告をさせていただきます。小学校での出前授業は環境教育として実施しておりまして、例えば田村市の小学校において昨年度は2校、本年度は3校ですね、環境や SDGs を学べるような授業とワークショップを実施しました。授業を行う前から小学生はすでに SDGs を聞いたことがあったり、学校の委員会活動の中に SDGs 委員会というものが設置されているなど、積極的な取り組みを行っている児童も多くいました。その中でも SDGs という名前だけではなくて、それぞれのゴールがなぜ必要になるのかというところをクイズで形式で答えていただいたり、後半に関しては地球温暖化による気候変動から来る被害や懸念点というところを小学生に伝えました。ただ気候変動の恐ろしさっていうのを伝えるだけでは終わらせずに、自分たちができることは何かっていうところを考えてもらうために、この写真にも見えると思うんですけど、気候変動適応への道というすごろくを使って、自分たちどんなアクションをしたらいいかなっていうところまで考えていただきました。あとはこちら側の青いところで言うと、川を汚しているのは誰っていうところで、水質にテーマを置いて授業をしたりもしました。そこではアクリルたわしのワークショップを行いました。授業前後にアンケートを行っておりまして、例えば船引き小6年生に対する授業アンケートだと、地球温暖化対策として自分にできることがあるという回答を答えた方が、授業前は 61% でしたが、授業後には 96% に増加しました。環境問題を身近に感じてもらうきっかけを作れました。こちらのアンケート結果では、川を汚さないために自分自身もできることがあるという数えた答えていただいた方は 99% に上りました。次に、小学校だけではなくて市民に向けた環境の普及啓発を行うにあたり、市役所の方にまず環境問題について考えていただく機会を設けました。田村市市役所研修会において、脱炭素社会を市役所として推進していく意義やメリットについて、学生5人がそれぞれのテーマに沿って発表をしました。テーマはここの4つになります。研修を通して脱炭素社会や環境ニュートラルについての理解が深まったという方は多くいましたし、
感想の一部をご紹介すると、田村市の課題解決に脱炭素の取り組みが有用であるという提案があり、目に見えない SDGs 削減の取り組みが身近な問題としてイメージをすることができた、無理かもしれないがやれることをやるというのが納得できた、これまで他人事のように感じていたが研修を通じて一気に身近に感じられた、このような感想をいただくことができました。そして実際に市民に向けた普及活動をする中で、2023年9月号から田村市の広報誌である田村市政だよりの地球温暖化対策の連載コラムを書かせていただいております。テーマはちょこっとエコライフ、身近な省エネを実践しようというところで、このサイズのコラムを毎月執筆しております。実際の広報誌には書ける文章が限られてくるので、詳細な省エネ省 CO2 の計算効果などは獨協大学のホームページに記載をして、二次元バーコードでそのページに誘導をしています。ここで昨年の12月で紹介したキエールを制作するワークショップを実際に9月1日に実施する予定になっています。最後の柱として、地域まちづくりについてご紹介します。例えば田村市のニーズを知る活動として、パンフレットのチアーズアブクマを制作したり、マルシェの開催や農家の作業協力にも、携わらせていただきました。さらに田村市の物産特産品をですね、私たち埼玉県、独協大学がある埼玉県の草加市のお祭りであったり、大学の学園祭に出展することで、田村市の魅力や復興地事業そのものについても PR を行いました。100年油とも呼ばれるエゴマ油に興味を持って立ち寄ってくださる方がすごく多かったなというのが印象でした。最後にですね、今年度は小学校における先ほどご紹介した環境教育とは別に、船引高校における総合的な探究の時間で授業のファシリテーターを行うこととなりました。本学学生が、先月ですね、初めて訪問した際には、市内の事業所の株式会社 A プラスと株式会社田村バイオマスエナジーを訪問して、地元の新産業についての理解を深めるとともに、持続可能なまちづくりについて考えるグループワークを実施しました。私たち学生もですね、協力してあらかじめ生徒さんと私たちで考えてきたアイデアをグループワークで共有をしたり、生徒一人一人に支給されているパソコンを使って議事録を取ってもらったり、メモですね、何を話したかなっていうメモを取ってもらったり、黒板の前でこう発表する準備を練習とかしていただくなど、受け身の授業じゃなくて生徒さんにも参加してもらえるような工夫をしています。今年度は秋ごろに複数回ですね、また船引高校で授業をさせていただく予定です。終わりにというところで、2026年以降には、私たちの田村市だけではなく他の浜通り市町村など、特に草相地域にも拠点を増やしていきたいと考えています。例えば脱炭素社会や再エネ 100% 実現に向けた取り組み、サーキュラーエコノミーと地域循環共生圏の形成に協力していくことで、持続可能なまちづくりというものが想像できるのではないかと考えています。そして避難指示が解除された帰還が進んでいない区域や、まだ帰還困難区域が残る浜通り市町村などに、私たちがこう考えていく持続可能なまちづくりというところを展開することで、全国から視察を呼び込み、浜通りから日本全国に持続可能なまちづくりのモデルを発信していきたいなと考えております。駆け足にはなりましたが、 ご清聴ありがとうございました。はい、日本大学工学研究科建築学専攻の新谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。我々日本大学では、産学官民の連携によるロハスコミュニティの構築と実装をテーマに、桂尾村、富岡町にて交流の場と社会インフラ、グリーンインフラの普及活用、鳥獣の生態調査と対策、またそれらを包括する DX ドローン技術の活用に取り組んでいます。今回は桂尾村で取り組んできた交流の場作りについてお話しいたします。今回お集まりになっている皆さんも一度は行ったことあるかもしれませんが、桂尾村復興交流館についてお話しいたします。我々、
は、2016年から桂村の復興交流館の計画設計に携わり、今日に至るまでその後の運営に携わっております。で、左の写真は復興交流館の、現場見学会の様子を示しており、縦ログ工法による、空間構成や古材を使用した歴史の継承と発展を促す説明が行われています。で、右側の写真は地域住民が復興交流館の利用方法をイメージしやすくするために行われたワークショップの様子です。で、ワークショップではそれぞれの利用目的や利用方法について意見を出し合い、施設に対する思いや考え方を可視化することで相互利用理解が深まります。で、完成した復興交流館の上空から見た写真となっております。で、左側に見えるのがロハスの蔵となっております。で、こちらがロハスの蔵の、平面配置となっております。で、また復興交流館が完成するまでさまざまな取り組みを行ってきました。ロハスの蔵の修繕補強を地域住民と学生が協力して行ったり、ロハスの蔵の周りに水を張る予定なので、それを橋を作成したり、水を張るために防水シートを張って石を学生たちが敷き詰めたり、館内で利用する住居を作成したり、ロハスの蔵の外壁に塗料を学生が塗ったり、地域住民と学生が一緒になって植栽を植えたり、そして2018年の6月に復興交流館アゼリアが完成しました。で、この施設は関係者だけではなく地域住民が一緒に協力して作り上げました。で、その結果施設への理解が深まり、地域の人々にとっても特別な場所になったと思います。で、施設が完成した後も、学生と、地域住民の子どもたちが、交流をしたり、お茶会を開催してみたり、ロハスの蔵を活用した展示会を開いてみたり、いろいろなイベントを通して地域住民との交流をしてきました。また新たな交流拠点作りとして、桂尾大臣屋敷という能と狂言のイベントの開催に向けた計画や運営ワークショップなどを行ってきました。こちらは学生が制作した桂尾村大臣屋敷の舞台の模型を参考に地域住民の方たちと意見を交わしている様子となっております。で、こちらが実際に行われた様子です。江戸時代に桂尾村で上映された能と狂言の舞台が約160年ぶりに復活し、集まった約400名を魅了しました。で、また敷地内にトレーラーハウスを設置し、ものづくりワークショップが行える、移住センターや行える場所や移住支援センターや事務所等の機能が含まれているトレーラーハウスです。で、こちらはそのトレーラーハウスを学生が、塗装している様子になっております。で、完成後アゼリア市というお祭り、アゼリアで行われているお祭りにて、村民の方がトレーラーハウス周辺で自由にのびのびと過ごしている様子となっています。で、こちらは、去年に行われた能と狂言の舞台なんですけども、前回は屋外で行われたんですが、去年は屋内で能と狂言の舞台を開催し、計画から、舞台の設置運営などを、学生が補助として行いました。で、次に復興交流館アゼリアのリニューアルについてです。で、こちらの図は東日本大震災をきっかけに計画された復興交流館アゼリアが、どのような考えのもとで作られてきたか、また今後どのように利用されていくのかを示した年表となっています。で、現在行われている館内のリニューアルプロジェクトは、右下の新しい使われ方を模索する段階となっています。で、今年の4月頃に、館内のリニューアルの、展示重機の検討が行われて、職員さんだったり村民の方に館内のレイアウト配置がイメージしやすいように30分の1スケールの模型を学生が、作成しました。
でこちらは館内の平面図です。で中央に赤く示されている部分がエントランスで、エントランスを入って右側には地域住民を訪れた方々が飲食や会話を楽しめるスペースがあります。で左側には物販コーナーがあり、地域の小学生が作成した工作物だったりアズリアのアーカイブが展示されているエリアとなっております。で従来の道の駅の機能としては町の情報を発信するという役割でしたが、今回の提案としてはそれにプラスしてアズリアが歩んできた活動っていうのをアーカイブするスペースを設けるといった内容でした。背景として村の人々の既存が進み、それぞれの地域の集会場が再開したことによってアズリアが求められる機能が変化したためです。また百石の家といった、歴史ある古民家が、桂尾村にあったんですけども、除染の影響で解体しないといけなくて、でその際に発生した材料っていうものを館内の重機として再利用いたしました。で画面右側の壁面には物販スペースが設けられており、通路の真ん中に設置されている長いカウンターが折れ曲がったように配置しており、でそこにくぼみができることによって人の流れを作るようなデザインとなっております。でこちらは桂尾村全体像を表したマップであり、復興交流館アズリアは桂尾村の、ほぼ中心に位置しております。で他にも能登狂言を行う桂尾村大臣屋敷だったり、仮設を再利用としたアーカイブ拠点施設がや、集会場があり、それぞれの機能を分散させることで施設とのつながりを持ち、連携、それぞれの施設を連携させることができます。また、桂尾村以外でも富岡町でも、交流施設作りの取り組みを行っており、学生と地域住民が一緒になって富岡町について学びワークショップを行っております。でこれで発表以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、ではよろしくお願いします。東北大学の、バラ島と申します。これからそのここはロボットとか工学系の発表が結構多いと思うんですけれども、私からは東北大学農学分野での取り組みについてご紹介させていただければと思います。で、簡単に自己紹介なんですけれども、東北大学の作物学分野の研究室から参りましたバラ島と申します。で研究テーマは、ドローンの撮影画像による雑草評価、これ後で詳しく解説させていただきます。で、現在は、福島では南相馬市と、浪江で、中心に、研究をしておりまして、それ以外にも、他の人の研究の手伝いとして、富岡町に、出向いての研究も、多くしています。で本日の発表ではですね、作物学分野の研究テーマの、稲の生育や雑草調査についてと、畑作物の輪作栽培について、この2つを、中心にお話ししていきたいと思います。でまずこちらはですね、南相馬市と浪江町で、行われているドローンによる稲の生育解析と雑草調査についてです。近年 その水稲栽培ではですね、有機農業の需要の高まりとともにですね、それに挑戦する農家の方が多くいらっしゃいまして、そういった補助ではかなり雑草の防除が重大な課題となります。またそれ以外にも農業の人手不足ですとか高齢化に際して、除草作業をどんどん省力化しようっていう、課題が多くあります。でそういった背景を受けてこの研究ではドローンを用いまして、リモートセンシングで補助を観測して、水田における雑草の発生分布について、機械学習で推定するっていうことをしています。でこういったですね、こうい
例えばこちらはですね、あの南相馬市と浪江町で今実証実験を行っているアイガモロボットなんですけれども、まあ、これはあの原理としては、水田の上を走行させることで泥を巻き上げて、あの日光を遮断して、雑草の発生を抑えるっていう仕組みになります。まあ、こういった技術とか、あとこちらはですね、今年から、南相馬市の方で導入されているんですけども、まあ、寮生場、の田植え機、これは GPS を使って、縦も横も5番の目のようにまっすぐ稲を植えることで機械除草をしやすくするっていう仕組みになります。こういった雑草抑制技術とかを福島で実証しながら、まあ、私たちの研究としては水稲の生産に雑草がどのような影響を与えるかっていうことを研究しています。で続いてですけれども、こちらはその稲の収量の推定についてですね。2020年にライススカウターっていうアプリの開発が行われまして、これはアゼとかですね、から田んぼの写真を撮って、その写真から稲の収量を簡単に予測しようっていうアプリケーションになります。でこういうのを、この研究ではどの程度の精度でこのアプリが収量の推定を行うことができるかっていうのとか、あと利用方法の検討をしています。で実際にその研究を行った結果なんですけども、大体過小強化の傾向にあるんですけども、まあ、一定の精度は保っています。でこっちの方では田んぼのあぜから撮った写真とそのドローンで撮影した画像の使ったその収量推定結果を比較したものなんですけども、まあ、ドローンを使った推定でも、まあ、あまり変わらない精度を得たので、まあ、ドローンを飛ばしてカメラで写真を撮ることによって、まあ、より簡単に1分前ですか まあ、より簡単に雑草の収量を推定することができるっていう研究になります。でこれは無二作物を中心にした畑作物の輪作体系についての研究なんですけれども、福島の富岡町で無二と、大豆やトウモロコシを組み合わせた輪作栽培についての研究を行っています。これで作業体系を確立しながら、まあパン用の麦だったりビール用の大麦を栽培して利用方法も同時に検討しようっていう研究になります。その他にも復興 IT 農学っていう講義があったりとかで、東北大学の学生が積極的に福島浜通り地域と交流するっていう事業もよく行われています。というところで発表をさせていただきます。ありがとうございました。はい、ここからは東北大学の共同申請校の東北学院大学の大崎が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。私の研究のテーマは低周波ワイヤレス給電による電動パーソナルモビリティを用いた基礎的実証実験の研究を行っております。まず最初にパーソナルモビリティが何かといいますと、パーソナルモビリティは1人から2人乗りの小型の電動の乗り物になります。日常生活では運送や交通といった移動手段として使われており、また過疎地域では今高齢者の移動手段としての導入も検討されています。そんな日常生活で使われているパーソナルモビリティですが、私は災害時の避難用移動手段としての使用を検討しています。なぜ災害時の避難用移動手段としての使用を検討しているかといいますと、これは私自身が東日本大震災で被災を経験しており、その被災経験から防災減災といった取り組みをしたいと
考えた雨です。実際に東日本大震災では車での避難の際に車体が大きいことから渋滞が起こり避難の遅れが発生するといったことが起こりました。この課題の解決策としてパーソナルモビリティの活用ができるのではないかと考えます。パーソナルモビリティは車より車体が小さいことからパーソナルモビリティに乗り避難することによって渋滞に巻き込まれる影響を減らすことができるのではないかと考えます。そういった日常生活や災害時での避難用移動手段でとして使うことができる電動パーソナルモビリティですが、電動なので充電をする必要がございます。この充電をする際に高齢者などは有線とかのケーブルでの充電が慣れていないため、充電を意識しないシステムとしてワイヤレス給電が適用できるのではないかと考えました。このワイヤレス給電を行うためにはワイヤレス給電ステーションといったもののシステムの設置が必要になってきます。このステーションを設置するためにはこの電波法といった10キロヘッズ以上の規制があり、高周波リレー設備の申請が必要になってきます。高齢者の方でも申請なく使用することができるようにするために、私は10キロヘッズ以下での低周波での給電が求められるのではないかと考えました。ここからは実際に実験を行った内容になります。今回実験で使用したワイヤレス給電ステーションはこちらの画像のものになります。実際にパーソナルモビリティは電動キックボードを使用しました。この電動キックボードのスペックは充電電圧が 36V で、充電電流が 1.5A のものを使用しました。でこの今丸に囲まれている部分に送電受電コイルがございまして、この送電受電コイルでワイヤレス給電を行うことによって、この電動キックボードに無線で充電をすることができるといった仕組みになっています。利点としましては、この10キロヘッズ以下での低周波給電での運用ができるため、利用説明申請が不要となり、高齢者の方も問題なく運用することが可能となっています。今回は南相馬でのといった浜通りの地域での実験を行いたかったのですが、実証実験が行うことができなかったため、距離ある程度の距離をで走行することができる東北大学の青山キャンパスで実験を行いました。電動キックボードを走行不能の状態にし、ワイヤレス給電を行います。給電後、走行コースを走行不能になるまで往復して、この際に走行中の時速は14キロから16キロを一定にするような形で走行を行いました。実際に実証実験の結果になります。このグラフは20分給電時の充電電圧の変化を表しています。最初充電電圧がワイヤレス給電を行う際、給電電圧は 32W から始まったのですが、20分ワイヤレス給電を行ったことによって 35.5W まで給電電圧が上がることが分かりました。そしてこの15分20分と給電を行いましたが、それぞれの走行結果になり、5分給電をすることによって 300m ずつ走行が伸びていくことが分かり、このような結果から低周波での給電時間と走行距離が比例することが今回の実験から分かりました。最後に、これから日常生活や避難時の移動の際のにとして、より実生活に即したシーンに使用できるように研究を進めていきたいと考えています。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。福島工業高等専門学校電気電子システム工学科の小木津桜子と申します。これからいわき市連携未来を支える産業人材育成事業についての活動内容や活用結果を発表したいと思います。よろしくお願いします。本事業は東京大学先端科学技術研究センターと福島工業高等専門学校の共同申請による事業となっております。こちらが本事業の展開図となっており、近年再生可能エネルギーを取り巻く環境は
国内福島県内において大きな過渡期を迎えており、いわき市においてもさまざまな角度から風力をはじめとする再生可能エネルギー産業政策を進めています。こちらがステップ図になっていまして、昨年度まではいわき市を中心として成果の構築やネットワークの形成に取り組んできました。今年度はいわき市での成果をもとに取り組みを浜通り地域に拡大し、成果を構築するとともに次期政策の設計を進めています。今後といたしましては、第2期復興創生期間の周期を見据え、復興地事業での取り組みが福島イノベーションコースト構想の実現に貢献するとともに、復興カーボンニュートラルを支える人材育成、新たな労働環境の形成、浜通り地域への交流人口の拡大に寄与する地域の政策となることを目指しています。こちらが関係組織図になっていまして、東大先端研と共同申請をしている福島高専が軸となり、いわき市内の小中学校であったり高校、また三重大学などの学術機関と連携しています。他にはいわき市商工会議所やいわきアカデミア、創創機関などの企業ともと連携しています。このようないわき市内外のさまざまな地域組織や地域企業と連携することで、復興地事業での活動を地域に根ざした取り組みへと定着させ、産業人材育成の基盤の構築を図ることで、福島イノベ構想の実現や持続可能な社会の構築につなげるといった狙いがあります。こちらのスライドは本事業の取り組み概要についてです。いわき市が目指す風力発電をはじめとした再エネによる新産業創出に向けた取り組みと連動して、東大先端研が培ってきた再エネ分野の研究、人材育成並びにインクルーシブな社会システムを支える働き方の知見を活用し、被災地域の関係教育機関や企業団体と連携し、こちらにありますカーボンニュートラル人材育成、新たな労働環境の形成、交流人口の拡大の3本の柱を軸に復興地事業に取り組んでいます。こちらが復興地事業の全体像となっておりまして、前のスライドにありました3本の柱は将来人材の育成と産業人材の育成を目的としており、地域のさまざまな機関と連携することであらゆる復興地事業に取り組んでいます。ここからは私が実際に参加した復興地事業についてお話ししたいと思います。まず一つ目が風力インターンシップです。こちらは平成30年からスタートした取り組みになっています。福島高専の4年生を対象としており、風車実機を用いた体験型のインターンシッププログラムを実施し、風力業界を実際に体験することにより風力産業への興味関心を高めることが主な目的となっています。普段触れることのできない風車実機に触れる機会を創出するほか、風力発電産業の最前線で働く技術者と接する機会を設けることで学生の関心を生み出し、将来福島県の風力発電産業を支える人材育成に取り組むという狙いもあります。これまでの実績としては累計で52名の学生がインターンシップに参加しており、実際にインターンシップに参加した学生が風力業界に進む姿も見られています。私もこちらの写真にあるように令和5年度に参加したのですが、風車の中でのメンテナンス体験や風車の上に登ったりといった普段できないような経験をすることができました。また講義などもしていただいて、風力発電を中心に再エネについてより詳しく学ぶことができました。次は市内小学生向けの出前授業についてです。公民館と連携することにより地域の小学生を対象とした再生可能エネルギーの教育の場として、福島高専の教員や学生が講義と体験授業を実施しています。身近な日常生活におけるエネルギー問題の話題から始めるなど、小学生でも分かりやすい内容になるように工夫し、また参加学年に応じた体験学習を実施しています。こちらは出前授業に参加した小学生が新たに再エネの知識を得ることだけでなく、講師役として参加する私たち学生が再エネについてより深く理解し、自分の考えを自分の言葉で伝えるという能力を養うことにもつながっていると感じています。次に花火大会での人流計測についてです。いわき市イベント市内のイベントにおける混雑緩和策の提案に向け、いわき花火大会での人流計測を実施しました。
渋滞学の研究シーズンに着目し、イベント時の混雑緩和という課題解決を図ることに加え、地域イベントを支える関係団体に具体的なノウハウや知識の移転を行うことで、地域のにぎわいづくりだけでなく地元産業の育成にも貢献しています。福島高専と共同申請になった経過もあり、昨年度からは福島高専の学生もこの実証に参加しながら研究内容の説明や当日の計測等の一部を担うことで、地域の人材育成や課題解決能力の向上にもつながっています。昨年度までは入場ゲート等にセンサーを置いて人流計測を行っていましたが、今年度は光の誘導による混雑緩和策の提案を見据えた実証実験に取り組みました。と、私も今年度参加させていただいたのですが、研究内容の説明や当日お手伝いさせていただいたことにより、と今まで関わったことのないような分野の研究だったので、とても新鮮な経験をすることができました。とまとめとしましては、とこれまで福島高専と東大先端研が主体となり、と地域のステークホルダーと連携しながら3つの柱、復興、カーボンニュートラルを支える将来人材の育成、新たな労働環境の形成、浜通り地域への交流拡大、交流人口の拡大を軸としてさまざまな活動に取り組むことで、地域産業の人材育成、雇用確保、産業教育につながる成果を着実に生み出してきました。と繰り返しになりますが、これらいわき市内での実施してきた復興地事業の取り組みを浜通り地域全体にどのように展開するかが今後の活動と鍵となります。と浜通り地域への展開を実現する方法の一つとして、復興庁が取り組む福島復興リビングラボと東大先端研が取り組む地域競争リビングラボの連携による総合発展を図るため、今年度の6月から復興庁と東大先端研は連携協定を締結しました。と現在は復興庁が有するネットワークを活用しつつ、いわき市での復興地事業の活動を浜通り全体に展開するための仕組み作りに取り組んでいるところであり、さらに今後の展望としては、復興地事業での活動をいわき市内にとどめるのではなく、これまで復興地事業を通して培ってきた知見やネットワークを生かし、あらゆる取り組みを浜通り地域全体に拡大させることで、第2期復興創生期間の周期を見据えた次期政策の設計に取り組んでいきたいと思います。と以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。東京大学特任研究員の熊田真也と申します。福島復興地学の進化と発展、ミルフィーユ型人材の育成基盤構築ということで、ここからは福島工業高等専門学校の学生さんと東京大学の学生さんに説明していただきます。ではお願いします。福島高専から来ました西塚です。まずは授業概要に関してざっくり説明させていただきます。2018年2020年度の復興地事業を通して、学内ネットワークの構築と浜通り東大拠点ネットワークを構築し、福島復興地学とイノベーションコースト構想を推進するための基盤を構築しました。これらの成果を進化させることで、福島の創造的復興に貢献できる人材を浜通り内外に育成します。またエコミュージアム構想等を推進することで、他の復興地事業、浜通り市町村と連携を強化して事業を展開させます。復興地事業において整備した東京大学浜通り拠点ネットワーク、南相馬市、飯舘村、楢葉町、広野町、いわき市を引き続き活用し、人材育成プログラムを実施します。楢葉町と協力したアウトリーチ展示施設、楢葉町東京大学総合研究博物館連携ミュージアム、大地と町のタイムラインおよび浜通り地域に点在する伝承館博物館施設群との連携を進めています。5年間の人材育成目標として、地域を担う未来人材の育成で、3つのプログラムで私たちは
人材を育成していこうと計画しています。まず一つ目としては復興地未来人材育成プログラムです。連携する市町村の小学中学生を対象として出前授業や科学教室を通し復興地と大学地を有機的に学び地元の若年人材を育成するプログラムを開発して実施しています。第2に復興地リーダー育成プログラムというものを行っていて自治体の職員さん向けや企業さん一般市民の方に対象に地域内のリーダー育成プログラムを実施しています。3つ目に放射線利活用人材の育成プログラムを行っています。福島高専の学生及び地元企業の社員を対象にして放射線利用に関する国家資格である放射線取扱責任者の資格取得のサポートを行っております。続いて大きな2つ目の目標となっております。世界的視野で福島の発展を支える人材の育成をしています。一つ目が浜通りエヴァンジェリスト人材育成プログラムです。東京大学の大学生と大学院生を対象に福島に関する正しい知識を理解し国内外に情報発信できる人材を育成しております。最後に放射線利活用人材の育成プログラムです。福島高専と福島大学、東京大学の大学生と大学院生を対象に放射線に関する正しい知識と技術を有し国内外に発信する人材を育成しています。私たちはまずはドローン教室をやってきました。ドローン教室は小中学生を対象にアプリのドローンを操作するものを使ってドローン教室を開催してきました。それによってドローンを使った生活についてやドローンの使い方について学んでいただきました。参加した小学生は実際にドローンを操作して身近に感じてもらうことができました。はい、で次にまた福島復興未来人材プログラムの一環ですが、東大のサークルキャストというサークルでは、科学教室を行ってきています。去年一昨年と、楢葉町広野町いろんなところで、実験教室を行い、去年に至っては福島の広野中学校の卒業制作を協力しました。今年も大熊町の夏祭りで科学教室を行います。はい、じゃあそうですね、次は浜通りエヴァンジェリスト人材育成プログラムってことでちょっと分かりづらい名前かもしれないんですけど、と僕の方からは今回、学科の授業ですね、学科の授業の方で対象者を募ってそれで参加した福島復興地学に関するフィールドワークについて軽くあと1分ぐらいで説明しようと思います。これっていうのは、東京大学の学生って福島について知らない人多いんですよ。いまだにその米には放射線が残ってるとかそういうことを考えてる人もまあいました。実際僕のクラスメイトにもそういう人とかいました。なんでそういう人たちに向けて正しい情報を理解して発信する人材っていうのが、東京大学の中にも必要だろうっていうところをメインにやっているプロジェクトになります。で実際何したかっていうと第一原発に行ってみたりとか、あと伝承館行ったりとか、もしくはそうですね、農業体験とかして実際にその福島で採れた米を食べたりして、あ、全然安全だよっていうのを実感して、今度はそれを僕らが発信者としてこう、そうですね、東京大学の中を含め全国あるいは世界の方に発信していく人を育てるっていうようなプロジェクトになってます。ここまでが説明で、実際行ってみてどうだったかなんですけど、やっぱりその当事者になって一回ちょっとでも体験してみるっていうのは全然違くて、それによってこう、なんだろう、発信するっていうことに対する少し自信みたいなのが湧いたかなっていうふうな気持ちがしていて、個人的にはこれに参加できてすごく良かったなっていうふうに思います。僕からの、このスライドに関する発表は以上です。
はい、私の方は、昨年の今説明があった、復興地学のフィールド学習というものに、参加しまして、まあ、それをきっかけに、今年の、先月ですね、先月大熊町で農業インターンシップに、参加したりということで浜通り地域を、まあ、定期的に訪れるようになっています。で、まあ、それを通してこの浜通り地域というのが私自身とても好きになりまして、まあ、友人にこの浜通り地域の魅力を伝えたり、また、今起業を検討している、会社を作ることを検討している友人にも、まあ、福島県内この浜通り地域の、創業支援の制度だったりを紹介したりという発信をしています。ただ、まあ、なかなかこのフィールド学習に来れる人というのもそんなに多くなかったりするので、まあ、福島県内のこの浜通り地域のことをできるだけ多くの人にどうやって発信していくかっていうのはこれから、どんどん考えてい、かないといけないことだなというふうに感じています。こんにちは、東京大学、博士2年の林有沙と申します。東京大学では今放射線に関連する研究が何が行われているか、簡単に紹介させていただきます。東京大学アイソトープ総合センター秋光研究室では DNA や RNA などの核酸医薬品と放射線医薬品を組み合わせた次世代型疾患治療薬の開発を行っています。2011年に発生した東日本大震災における原子力発電所の事故において、放射性物質に対する風当たりが、少し強まってきているように思いますが、放射性物質は正しい知識に基づいて適切に扱うことで医療だけにとどまらず、さまざまな場面で我々の生活に恩恵をもたらすことが分かっております。私たちはこのような次世代疾患治療薬の開発を行うことで、皆様に、放射性物質に対する正しい知識を、広げてより豊かな社会の実現に向けて共に歩んでいきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。ドローン前提社会を担う高度人材育成産業振興基盤の構築というテーマで取り組んでいる慶応義塾大学です。教職員と私たち学生で行っております田村市での取り組みについて発表いたします。よろしくお願いします。本授業はドローン前提社会の高度な担い手を育成する拠点構築という目的を掲げ取り組んでおります。いつどこでも誰でも社会課題の解決手段としてドローンを利用できる社会の実現を見据え、田村市の学生を主な対象とした授業になります。目的に伴うポイントが2点ございまして、1つ目が人材育成カリキュラムの転換になります。これまでのコントローラーなどによる操縦技能の習得を中心としたカリキュラムから、プログラミングによる自動自立高校を想定したカリキュラムへの転換を進めております。また対象となる学生の教育段階に応じたカリキュラムの策定を行っております。2つ目のポイントが新田村モデルの展開になります。自動自立高校を前提としたドローン人材の育成に伴い、ドローンでの配送などより高度な運用による産業振興支援が求められています。地元の学生が主体的に運用できるよう、田村市のドローン活用に関わる設備・制度の整備も掲げております。前述の目的に基づき2021年から活動しておりますが、今回は2023年度に行った2つの取り組みをご紹介したいと思います。船引高校ドローン科学探究部を対象に行った AI ドローンプログラミング講座は、プログラミング言語 Python によるプログラミング飛行やドローンのカメラ映像に対するリアルタイム AI 物体検出といった内容を学ぶ講座になっております。また小学 5,6 年生を対象に行った AI ドローンプログラミング体験授業は、高校生向けの講座を短時間で体験できるよう改良した授業になっております。ここから取り組みの内容をより具体的にご紹介してまいります。 Python によるプログラミング飛行のパートでは、テロというトイドローンを使用しております。テロをパソコンとつなげ、
移動などの命令を記述した Python のコードでプログラミング飛行を実現しております。高校生向けの講座ではプログラミングのための環境構築から基本的な文法の習得まで Python の基礎を学習しました。またより高度な操作を実現するためソフトウェア開発プラットフォームの GitHub を活用しております。本講座を通した開発者目線の獲得はさまざまな分野で活躍できるプログラミング人材の土台作りに寄与していると考えております。Python の学習を経て障害物を配置したコースでのプログラミング飛行の実習を行いました。その際チーム同士で競いながら生徒が楽しく取り組めるような工夫を施しております。これらを通してドローンのプログラミング飛行のスキルを習得するのみでなくプログラミング教育と連携した課題発見型人材の育成に貢献しております。続いてはリアルタイム AI 物体検出のパートについてです。物体検出は画像中の物体の種類や位置を特定する画像認識のタスクの一つです。本講座では魚狼というオープンソースのアルゴリズムを扱いリアルタイム AI 物体検出の仕組みやオリジナル学習モデルの作成方法について学びました。これらの画像はオリジナル学習モデルの作成のための画像収集とアノテーションという収集した画像にタグ付けを行う作業の様子です。先ほどの画像収集アノテーションの様子にある通りオリジナル学習モデルとして高校に立ち入った車両が学校関係者のものか判別するモデルを実装しました。その際約1300枚の画像を収集し学習を行っております。これらの画像は駐車場の上空を飛行させたドローンのカメラ映像に対してオリジナル学習モデルで学校関係者の車両を検出している様子です。 AI 開発の体験はドローンの自動自律航行に伴う遠隔監視に限らずさまざまな場面で AI 活用を実現できる人材の創出につながっていると考えております。はい、ここまでは高校生向けの講座の内容をご紹介しましたが短時間で体験できるように改良したものが小学生向けの体験授業となります。小学生向けの授業は高校生向けの講座と比べどのようなコードが使用されているのかどのような技術が使われているのかといった細かい知識よりも実際にドローンに触れてもらって、ドローンで何ができるのかを知りドローンに興味を持ってもらうことに焦点が当たっています。またドローンを軸にプログラミングや AI 技術に直接触れる機会は最新技術への興味やデジタルリテラシーの醸成に寄与していると考えております。私たち学生は前日の講座体験授業において講師のアシスタントとしてサポートの役目を果たしております。プログラミングを扱う大学の授業において同じ大学生相手にサポートすることはありますが高校生小学生と交流する機会は非常に貴重です。また高校生小学生に楽しく取り組んでもらうための工夫を講師に提案し準備することもあります。本授業において私たち学生は講座授業の内容を深く理解し教えられる立場になるために工夫する力して自分とは異なる立場から考えられるといった社会人になっても活かせる力を養う機会になっております。最後に直近の取り組みをご紹介いたします。2024年度は空以外を対象としたドローンの活用方法の学習がテーマの一つとなっております。水上・水中ドローンの操縦やそれに伴うリアルタイム AI 物体検出を体験し空のドローンとの違いを体感しました。水中ドローンを市の課題解決にどのように活用できるかを考えてもらいながら今後も取り組みを進めてまいります。ブースでは本事業で扱っているドローンを展示しておりますのでご興味がありましたらぜひお越しください。
それでは以上で発表を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。